はい、皆さんこんにちは。シティーズスカイライン続きからね、やっていきたいと思います。まあね、前回もですね、まあ徐々にこう発展させつつ、こうなんか港をいろいろ作ったりね、いろんなものを作ったりしたんだけど、まあさらにね、発展させていこうと。まあね、今とにかくね、やることって言ったらね、もうとにかく時間進めつつ、あれだよね、人が来るのをただひたすら待つと。うん、人が来るのを待ってるよね。まあその間にこうちょっとね、高速道路作ったりとかして、一応なんかいろいろやったんだけど、まあこの効果がね、どんぐらい出てくるかっていうのはこれからね、見ていかないといけないかなと。うん、高速道路一応作ったんだけどね、うん、どうなることやらかって感じ。はい。で、まあとりあえず、まあ人が来るのを待とうと。まあちょっとずつね、また増えてきてるから。まあ今4万人だからね、まだまだ先は長いっす。長いっす。はい。はっきり言って長いっすね。なので、まあとりあえず進めつつね、これあれだっけ、なんだっけ、これ路面電車走るやつね。だからこいつだね。こいつをさ、ちょっとまあとりあえず引きながらもっとでかくしていこうかなとね。こう引くでしょ。とりあえずちょっとでかめに取っとこうかな、あらかじめね。で、ちょっと待ってな、こう来て、どんぐらいこれ、もう一回こう引いとくか。こう引いといて、わかんない、これで引ける？あ、若干ずれてる。まあいいや、ちょっと一回引くね。そう、でもう、あとは人がね、どんどんこの町に移住してくるのを、まあ、待つとしか言いようがないんだけど、なんだろうね、なかなか増えないよね。増えないっちゃ増えないんだよね。どんぐらいかな、こんなもんかな。だから結構大変なんだよね。もうちょっと余裕持って作るか。あんまりこう敷き詰めてもしょうがないよね。こんぐらいにしといて、まあ、こんぐらいにしといてとか。まあなんとなく引きますと。で、またこう街がこう拡張できるようにね、一応しとこうかなと。まあここはどんな感じかな。まあここはまあ、あんまデカめでいいと思ってくれ。はい。なんか置いとこう。はい。で、あとはもう本当人の到着をね、俺は待ってるだけなんだけど。こいついいよね。そうだからまあ観光地というかね、その船で結構観光客がやってきてるみたいだから、ここ、うん、いい感じにね、この船があ廃墟ができてる。なんでね、頼むわ。まあいいや、とりあえずまた戻して進めつつ、商業とまた産業の需要がね、若干増えつつあるんだよ。そうで、俺一つ考えたんだよね。ここからなんとかね、うまいことをここにね、この商業エリアとか産業エリアに結構離れてるから、一気にこう高速道路をちょっと通せないかなっていう計画を今立ててる。上の方をこう通って、こんぐらいからね、こっからぐらい乗ってぐわーって一気にここまでワープできる高速道路をね、作りたいんだよね。こうなんかこう入ってきて、そうすれば通勤も楽でしょ。だから交通渋滞もね、解消されるんじゃなかろうかという期待を若干してるから、ちょっと高速道路をね、さらに発展させて、街のね、やば、効率化していきたいんだけど、あ、これでもあれじゃない、ミッションできるんじゃないこれ。どれだっけ、なんか雪が溜まるってあったよね、これ。路面に。ほら、雪積もってる。めちゃくちゃ積もってないこれ。8万7000。あー、でもなかなか難しいね。これ、あれだね。もっと量がないと無理だね、うん。これちょっと狙うのは難しいわ。はい。で、まあ、とりあえず、そうそうそう。で、高速道路をね、ちょっと建てたいなっていうのは思ってる。うん。まあ、ここからここまでやっぱ遠いんでね、こうなんかこう一気にワープできるぐらいのものが、まあ、地下鉄でもいいんだけど、地下鉄も建てていいんだけど、やっぱ高速道路も欲しいよね。地上ルートもね。まあ、そうやってやっぱ交通網を発達させて、もっとこう、効率化していくと、もっといいんじゃなかろうかというふうに若干思ってるんだが、これちょっと待って、いよいよね、もう場所がないんだわ。とりあえずここ引くだけ引くか。ここまではね、この道沿いは引いといていいと思うんだよね。で、商業も若干また立てて、はい、 OKOK で、どうしようかな。高速道路建設をちょっとしよう。こいつをさ、防音壁。あー、なるほど。これであと住宅街に優しいってことね。いいね。いいんだけど、これどっから発射しようか。発射っていうか、どっから行こうかなっていうね。乗り場をね、乗り場。例えばこうしてさ、これ最大限上にするよね。これがね、難しいよね。例えばこいつじゃなくてカーブのやつにしておいて。これがまず無理だよね。下から行くか。これ上から行くからおかしいんだよね。これでもエリア外だから、例えばこうして。これ難しいな。なんとか乗りたいんだよね。ちょっと待って、これ一回1にしよう。高速道路をさ、こんぐらいから、どこから通すのがいいんだろう。どこかしらから引っかかるんだよね。この道沿いとか作る。地下鉄の方がいいのか、無難にね。そんぐらい難しいな。こんぐらい離れてれば通せるくない？なんとかダメ？こう一気にこう飛びたいな。難しいな。これできないんかな。なんか、いや、ここからワープしたいんだけどな。あそこの産業エリアにこんなところからさ、できないもん。これ一番さ、高くしてんだけどね、こうやって。なかなかなんない、これ。こうして。難しいね、これ。なんかこう、うまいことさ。あ、こう来て、これいける？ここまで来たらさ、ちょっと待って、一回止めて。来るでしょ、こうで、こう来たら、ここから、いやー、きついな。こうこう、あこう通すよね。あ、でもこいつダメ。こう、なんかうまいこといかない、これ。こう通って、でここから、あ、ダメか、これ地上に行っちゃうのか。どうやったって無理だね。そうか、下のあれが引っかかるのか、ポールが。いや難しい、これダメだね。ちょっと建設計画やり直しかな。いや違うな、こうじゃないな。分かった。ちょっと待って、めちゃくちゃ動かしてみる。こいつをさ、こうして一回。ここまで来たら、もう一回こいつにするよね。で、ここから、やっぱこう行くんだよ。カーブだね、カーブにして、こう。いや、むずっ。うまいこといかんな、これ。いや、難しくない？めちゃくちゃ難しいわ。いや、高速道路作りたいんだけどな。どうやったら作れるんだろうな、これ、うまく。いや、こう来て、ここまで一気に。あ、でもやっぱもうこの道路使うしかないか。はい。ちょっと変えます、計画。ここはね、どうやら無理っぽいっす。はい。無理っぽいので、考えます。いや、うまく結構いけると思ったんだけどね。なかなかあれだね。ダメだったね。ダメだったね。はい。まあいいや、とりあえず進めます。で、商業も作って、まあ商業ね、商業も建てて、よいしょ。で、結構雪がね、いや、でもこれ結構雪積もったんじゃない？これか。ほら、11万来てるからね。これちょっと雪のお城レストランまでさ、これもうちょっとこれさ、道路引いとけばとりあえずね、雪がさ積もるからさ、とりあえずいいんじゃないっていう。直線にしといて、まあ、ここも道路引いとくよね。引いといて、オッケーオッケーオッケー。そう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 、こんな感じで、はい、地下鉄作るか。鉄道ね、これだよ。もうだってこれしかないよな。路面電車だとまた地上になっちゃうからね。これ地下鉄駅をさ、あ、ここら辺に設置してさ、ここじゃきついよな。どうにか地下鉄を通すか。ここら辺、どうしようかな。まあいいや、とりあえず進めよう。人を待とう。もっと人増やそう。火事やばいね、火事。ちょっと待ってな。あー、徐々にこれ出てきたね。またこれ悪いやつ。生産する、販売する店舗がないやつね。これもうお店増やすしかないんだよね、手はね。商業施設を増やす以外手がないんで、まあそうね。だからこいつか、こいつをこう、こいつか。でこれのこいつをこう、例えばこうしてさ、うん、まあこれである意味ないけど、まあとりあえず商業ね、もうちょっと立てといてと。はい、ちょっと産業を作りすぎたんかな。バランスがむずいんだよ。 まあ、こうやってね、徐々にね出てくんだよね、お店が足りないって。まあだからこれ商業施設をね増やすしか手はないんですよね。まあいいでしょう。でゴミでも大丈夫じゃない？ゴミ出てるけど、まあ待ってりゃ来るでしょ、これ。ゴミ施設、俺ここ作ってるよね、1個ね。1個作ってるから大丈夫だと思う。2個あるから。待ってりゃ大丈夫。で、あと火事は大丈夫、火事。若干火災危険度がある気がするけど、まあここに2つあって、まあここにも、廃墟できたね。もういいや。知りません。廃墟になるとかなります。潰れてってもらって、こればっかりはね、俺にやる。とりあえず潰して、まあこれも廃墟になるな。いいよ。だからやっぱ人をどんどん増やさなきゃダメなんだよね。こうなっちゃうんだよね。どっちにしてもやっぱ足りなくなっちゃう、人が。よし。OK。まあでもいい感じに増えてってるから、まあ時間が経てばいいでしょう。で、またなんか冬のアトラクションでも作ろうかな。何がいいんだろうな、これ。一番何がいいの？クロスカントリースキー場とかもう一個作る。おっと？作れない、これ。こうか。こうして、ここら辺作るから。よし。で、もう作るものがね、スケートリンクとかさ、こういう脇にあったりとかして、スキーロッジか。スキーロッジはあれでしょ、こいつか。これの横とかにないとダメだよね。こうやってここら辺にあって、であと何がいる？焚き火公園はもうなんかあってもしょうがない気がするけど、これ、まあ、ここら辺にさ、適当に1個あればいいんじゃないっていう。よし、はいはいはい。まあちょっと気休めは終わったということで、もうあと人のね、まあお金はだいぶね、もう余裕ができてきたから、人を増やす以外やることがないんだよね。まあ、消防署もう1個建ててもいいけどさ、まあ、予算上げればどうにかなるでしょっていうレベルだからね、これ。まあ、でも若干上げてんのか。まあ120とかしといてさ、はいどうですか、廃墟ができてる。マジ？あ、これあれか、繋がってないってことか。これでいいや。はい。で、亡くなられてから、これちょっと待って、葬儀大丈夫、葬儀。墓地使用19。まあ大丈夫だよね。火葬場の重速度大丈夫だもんな。まあとにかく墓地をもう一個だけ増やすか、じゃあ、墓地。墓地な、こっちにも一個あっていいよな、もう一個。墓地。ここら辺墓地作るか、じゃあ。あんまり街の真ん中作りたくないけど。まあいいでしょう。はい。で、そうそうそう。新しいさ、産業エリアをそろそろ作らないと、ここは手狭になっちゃったんだよね。こいつか。そう。だから、もうちょっとこれね、上に拡張しようかなと。こっち側ね、せっかく買ったから。ただ、待った、これさ、これ高速道路拡張すればよくない？アップグレードこれしたらさ、これどれになってる？これなんかな？例えばこれに拡張したらこれどんぐらいの幅になる？あー、でかいやつね。これさ、全部こうやってこれ。とりあえず拡張していけば、はい。一応なんか拡張はしといた。こうやって、で、こうでしょ。急すぎますじゃない。こいつ、これね。ここと、こいつ。これできないの？場所が占有されてる。あ、できないらしい、ここだけ。まあいいや、じゃあ、これで。はい。で、ここまたアップグレードして。これ一応、あれがついてるから、騒音にはいいよね。なんかやることがなくて、暇でこんなことし始めたわ。人が来るのを待つしかないから。さあ。とりあえずこうして。OK、こんなもんでしょ。で、ここはあれだね、住宅沿いだからやっぱ防音は必要だよね。よし、 OK。 OK かな。はい。で、ここも一応広げといて、はいと。あ、ダメ？これ、占有されてるとこ。これ、できるとことできないとこあって結構めんどくさいね、これ。バランスがめちゃくちゃ悪い。はい。はい。いや、高速道路な、もっとうまく作りたいんだけどな。よし。よいしょ。はい。人の到着を待ってる間暇すぎてさ、こんなことし始める。とにかく高速道路をアップグレードしてる。はい。まあこれでいいかな。はい。まあ、こんなもんでしょう。んで、まあこれはいいとしてだな。これはいいんだけど、あとどうします？人がなかなか増えない。をまたこれにしてとりあえず増やしといて、商業ここら辺あってもいいけどね。こうやって、うん、道路ちょっとでかくするか。よし。で、まあこんなもんでしょうと。OK、さてどうですか、減り始めた。難しいね、人増やえないね。どうしようか。まあいいや、とりあえずひたすらに地下鉄を作りますか。じゃあ、まあ一応学校を見て高校だけ1個建てるか。俺学問お金割いてるよね、これ。あ、マックスにしてるからもう学校増やすしかないわ。だからまあ高校とか増やしといて、ここに2個。こっち側にもう1個作っとくか。よいしょ。OK。で、大学は大丈夫。大学1個でかいの作っとくか、そろそろ。OK。で、まあ、図書館はいつも足りないんだけどね。図書館ってそんなに必要かって思っちゃう。いいや、いらない。図書館の必要性が俺ね、わかんないんだよ。あ、浄水、もうちょっと引くか、水。水がまだ足りなくなりそうだね。水をね、てかあれこれ作ればいいのか。これをまたここら辺にさ、ポッと引いといて、これでしょ。ここにつなげばいいんだよ、これね。こうやってね。よし、OK。で、ちなみに排水も、環境に優しいやつね。こいつをもう一回つないでおくかな。こうしといて、ここつなげばいいでしょうと。よし、OK。で、あとどうするよ。ひたすら人の需要が増えるの待つしか本当にやることがないから、めちゃくちゃ今暇な回だな。やることが人待ちなんだよな。もうちょっと産業と商業増やした方がいいかな。あんま増やしすぎたくないんだよね。もうちょっと商業入れるか、じゃあ。若干入れて。若干入れるか、もうちょっと。立ったね、OK。これでどうなるかね。もうちょっと立てる？はい。どうですか？まあでも上から見るとだいぶ都市っぽくなってきたよね。それはいいんだけど、どうしますかな。暇。暇だ。もうだからこうなるよね。だから商業施設作ったからちょっと待って。産業作りすぎてもよくない。よし。ちょっと産業作るの一回やめよう。商業施設が足んない。どうやら。これ一応さ、あれ作っとくか。なんか道路が気持ち悪いね、これじゃね。こうしといて、こうしといて、こうして、これでいいか、直線でいいか。直線にして、ここら辺にまた商業をね、ちょろっと作るという感じかな。よしよしよし、 OK。 まあ4万3000人だから今次6万人なんだよね。結構長いよね。地下鉄建設するとするか。港どうなった？港いい感じだね。でもこれ3人って少な。これ27人いるわ。貨物だから。これ239。これ3人ってこれやばいね、これ。死んでないこれ。全然来ないんだけど、これ。これ33人。これ貨物ね。はいはいはい。これどう？これ結構いろいろ立てたけど。水上です。あ、これちょこちょこ来てるね、ここ。オッケーオッケーオッケー。なるほどね。3人のとこだけおかしいのね、これ。まあアリーナ、オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、いいんじゃない？で、ひたすらまた進めようという感じかな。いや、ほんと今回なんもないね、これ。なんもないけど、まあこういうこともあっていいでしょう。ただただ待つという。何のイベントもない。はい。これ減るんだよな。どうやったらもっと増えるんだろう。わかんないんだよな。もっとさ、これだいぶ年も大きくなってきたからさ、幸福とか足んないとかじゃないでしょ。90だってもうこれ商業以外これ 90% 超えだからね。幸福度もさめちゃくちゃあんのにさ、やっぱこれあれ入り口というかさ、この高速道路からの入り口が少なすぎる。もっとこれ増やした方がいい、入れるように。これがちっちゃいんだな、この道路がちっちゃいんだよこれ。まずなんかでかいのにしてさとりあえずルート作ってるけど、これ難しいな。人って基本的にこのね道路からしか入ってこれないから、まあ、ここからの入り口を増やせば増加率は上がんのかな。それが分かってないんだよね。あ、これせっかく商業建てたのにさ早速潰れた。ちょっと待ってね、なんでこれ働き手がいないってやつ。また例によって、あ、教育を受けた労働者ね。もうこれはね待ってもらうしかないんだよね。卒業待ちだから。はい、まあいいや、ただただ愚直に増やしますか。まあ、ここもまた住宅ちょっとずつ増やして、教育を受けたって言ってもでも結構教育足りてるからねこれ。大学、高校、小学校だから、もうこれ待ってとしか言えないよね。うん、OK、まあ、とりあえず待ってもらって時間を進めると。まあこういう回もあっていいよね。何をしてるかよくわからないっていうただただこう人を増やすための政策を悩んでいると。どうやったら一番増えるんだろうっていうのがね、まあわからないね。難しいね。スノーモービルいいね。これこんなのある。あ、これ建ててるか。スノーモービル、あ、違うよねこれクロスカントリーだよね。釣り場、アイスホッケーリンク。暇だからこんなもんばっかり見てる。はい、これ上ね、上できる。上、あらできた。いや、どうしますこれもうはい、まあ、ただただ人を増やす方法で悩んだというところかな。はい、今回何にも発展がなかったですね。いやでもな、これやっぱさすがにこのまたバランスが難しいね。これ商業施設がやっぱ足りないって言ってるんだよね。で商業施設を建てたら建てたでさ、教育を受けたものが足りないって言って、また何従業員不足、労働者不足になるから、やっぱ結局人増やしてあれだよね、学校を増やして卒業待ちするしかないよね。まあ高速道路というか、まあそうね、まあ、とにかく今回は課題を見つけたと。とにかく次回今後やりたいことは、こことこの住宅街とこういう商業産業エリアのほらどんどん廃墟できちゃってるからをどうやって効率的に結ぶかっていうことと、あとはまあずっと言ってるけど、まあ、商業施設、産業施設、そして住宅街、教育のバランスが難しい。だから建てたくないんだよね。あんま建てるとまたこうやってさ、ほらまたすぐ労働者がいなくて廃墟になるでしょ。だからどんぐらいの需要の時にさ、こう住宅街を建てればいいのかがわからない。はい。ということで、まあ、悩みとしてはね、いろいろやることは山積みです。はい。人がもっとどうやったら増えるのか、まあ、マイナスになって、まあ、成長スピードがね、ちょっとなかなか増加しないということも加えて、あとは、どうやってつなごうかっていうこと、そして廃墟がいっぱいできるから、バランスね、産業、商業、そして住宅、で、教育機関のバランス。これがまだ相変わらずわからないので、まあ、今後はですねこういう課題をですね、見つかった課題に対してどうやってコミットして都市を発展させていくかっていうことを、目標にしていきたいなと思います。ということで、まあ、今回はですね、まあ、とにかくただひたすら悩みをぶちまけたと、はい、悩みと課題だけを発見したっていうことで、まあ、今後のね方針をまた探っていきたいなと思います。はい、ということで今回ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。